アックス 420SPC カードアダプタを装着し、アンテナを展開した状態アックス 420S は、成コインスツルムが開発した、コンパクトフラッシュメモリーカード型データ通信端末製品である。2006年1月27日、ウィルコムは、新しい PHS 規格 WOM を発表した。この時発表された WOM 対応のエアー、エッジデータ通信端末が、 NEC の AX520N 及び AX420N、そして成功イ,インスツルの AX420S である。2006年3月9日に発売が開始された AX420S は WOM により 4X パケット通信時における最大通信速度が 204kbps に向上。また、ローミングに対応し台湾やタイでも利用できる a x 百二十 s は PDA などのコンパクトフラッシュタイプ、i スロットに挿入して使用する。PC カードアダプタを利用すれば、パソコンの PC カードタイプ、2スロットに挿入して使用することもできる。アンテナは、ヒンジ部を側面から指で押すことで展開する、スライドアップアンテナを採用。機能と美感を両立させた斬新なものでありながらも、黒のカラーリングにより、落ち着きのあるデザインに仕上げられた。 このデザインは一定の評価を受け、2006年度、グッドデザイン賞を受賞した。対応オペレーティングシステムは、Windows 98、98SE、ME、2000、XP、Windows Mobile 2003, 2003 SE, PC 2002,、2003SE、Pocket PC2002、MacOS 8.5から9.2、2 Mac OS 1,、MacOS 10.1、5から10.4、6。製品には、 セットアップ用のソフトウェアを収録した CD-ROM、PC カードアダプタ、専用のプラスチックケース、取扱説明書を同梱。なお、聖コインスツールでは、AX420S の利用者に、セキュリティ対策ソフトウェアラクセ 4SII を提供している。これをインストールすると、AX420S を抜き差しすることで、パソコンの操作ロック及び解除を行えるようになるという。 AX420S と同時に発表され、先んじて発売が開始された AX420N は WOM 対応で 4X パケット通信時に最大 204kbps の通信が可能なコンパクトフラッシュメモリーカード型データ通信端末である。通信機能や対応するインターフェース、価格において AX420S と大差なく、 形状やカラーリングの好みが分かれるところではある。ただ、4X パケット通信時の消費電流については2 1 0ンペアの AX420S に対して、AX420N は1 9 0ンペアと、省電力であり、この点では AX420N が優位である。なお、AX420N もまた2006年度、グッドデザイン賞を受賞している。ありがとうございます。